午前に陛下よりお許しをいただいて、こうして婚約内定の発表を行うことができましたことを大変嬉しく思っております。時期につきましては、今年の初めであったかと存じます。私から宮様に、私と結婚してくださいませんかと申し上げました。場所は秋篠宮邸で、確かお茶をいただいていた時であったかと存じております。両陛下はこれまであまり多くをおっしゃらずに静かに見守ってきてくださいましたが、お話申し上げますと、とても嬉しそうに微笑まれて、おめでとうと喜んでくださいました。互いの考えを尊重しつつ、心安らぐ静かな家庭を築いていきたいと存じております。母へのお言葉をということでございますけれども、これはやはり幸せな家庭を築くことが最大の感謝の印になるのではないかと、このように考えております。家庭像につきましては大体同じように考えております。左翼内親王殿下には本日黒田良樹氏とご婚約がお内定になりました。今日紀宮と黒田さんの婚約の内定を発表することになりましたが、若い2人が2年近くかけてこれからの人生を共にすることを決め、この発表を迎えたことを心強く思っています。And that's one of the brightest news we've heard. And congratulations from our bottom of our heart. ね、幸せになってくれて、ね、明るいニュースがあっていいと思いました。ね、今年そうですね。